うも、昼下がりのジャマイカです。はい、今回もですね、フラッシュパーティーやっていきたいと思います。最近結構ね、毎日投稿っていうんでしょうか。まあ、結構ね、ほぼ毎日みたいな投稿してるんでね、もしよかったら、フラッシュパーティー他の動画を見ていってください。このチャンネルではですね、フラッシュパーティーの上手くなって生き方とか、その他諸々な有益な情報とか、まあ、キャラクター解説などいろいろな動画を上げていこうかなと思ってますので、今のうちにチャンネル登録、通知オンの方をしていっていただけると嬉しいです。ということで、今回話していく内容なんですけども、皆さん気になってると思います。初心者の方々、始めたての方々はね、多分気になってると思うんですけど、全キャラ解放方法をですね、今回は紹介していきたいと思います。まあ、まだね、正直言って僕は1キャラまだゲットしてないんですけど、まあ、キャラクターが増えてくればね、多分モチベとかも上がってくると思うし、まあ、後々解放されてくる強キャラとかもいますのでね、まあ、若干こいつぜーぜーっていう個人的なね、考えとかも含めつつ、全キャラの解放方法を説明していきたいと思います。これ早速皆さんいきますよー、せーの、やっていこうじゃんマイカー。ということで、いきましょ。さあ、ということで、まずはじめになんですけども、初期キャラですね、初期キャラ。こっちシビ君は多分最初から多分皆さん持ってると思います、これは。ここから先は、何種類かのね、キャラクターのゲット方法というものがありまして、まず一つ目、左上の、この名前と星のボタンですね、こちら、スターパス。このスターパスは、オンライン対戦とかをやっていれば、勝っていけば溜まっていくものになってるんですけども、でここでですね、大体半分ぐらいのキャラクターはゲットできるようになってますね。まず、ティナですね、こちら、ティナ。スターパス15で手に入ります。そして次に出てくるのが、こちら、ソフィア、リンゴちゃんですね。こちらスターパス100。次に出てくるのがこちら、新ヒーローキューピッド。僕がですね、昨日動画に上げさせていただいたね、新ヒーローキューピッドがスターパス300で手に入ります。割と序盤だよね。もう多分一瞬でここまでは来れると思います。そしてその次、新ヒーロー、マカロン500スターパスですね。スターパス500。次、新ヒーロー、ミスター5。これがスターパス1000ということでね、この辺は結構、割とやらないとまだゲットしてない人とかも多いんじゃないでしょうかね。こちら、新ヒーロー、ミスター5です。はい、そしてまだ僕もゲットしていない未開の地、2000、スターパス2000、新ヒーロー、チリですね。で、このチリっていうキャラクターが結構ね、なんかめちゃくちゃ強いらしいんですよ。で、僕はまだゲットできてないので、またゲットしたら、動画撮ろうかなと思ってます。こんな感じですね。スターパスでゲットできるキャラクターはこの6体ですかね。今紹介した6体ゲットすることができます。まず、残りのここからここまでの7体ですね。7体。これはどこでゲットするのかと言いますと、まずこちら、アリスというキャラクターですね。こちらはですね、ログインボーナスで簡単にゲットすることができます。こちら3日目のログインですね。まあ、忘れずにこのログインのボタンを押してから、こちらゲットすることをお勧めします。しかもめちゃくちゃ可愛いスキンとかも出てくるんだね。いいね。これね。しかも、このアリスね、バカ強いんですよ、こいつ。こいつね、マジバカ強いんですよ。またこれも別で動画撮れたらなと思っております。そしてですね、こちら、紙切り一つ飛ばしまして、こちら、S17、そして、ミッコ、ヘラクレス、マジシャン、サンディですね。ここの5体はですね、どこから入手するのかと言いますと、こちら、チェストですね、チェスト。まあ、多分この形の箱が何種類かあると思うんですけど、この中からキャラクターをゲットすることができます。まあ、なんでこれをね、しっかり開けていかないと手に入らないキャラクターになってます。まあ、しかも割とね、強いキャラが多いんですよね。特に S17 とかって、なんかめちゃくちゃ強いって言われてる、このキャラクターなので、まあ、このキャラはとりあえず取っといてもいいかなとは僕は思います。ただこれ僕はですね、全然チェスト開けても出なさすぎたので、これに関しては課金しちゃいました。このね、S17 だけなんか、このストアでも売ってるんですよ。680コインぐらいでゲットすることができました。もしお金に余裕があるのであれば、こちら S17 を先にゲットしておくことをお勧めします。その理由はね、後で言いたいかなと思ってます。まあ、S17 だけではなくて、他のキャラもね、割と強いキャラ、本当に強いので、もしね、このキャラクターね、全部欲しいよって思う方がいましたら、こちらのチェスト、しっかりと解放してね、ゲットしていったらいいんじゃないかなと思います。ただですね、これすごい重要なこと今から話すんですけど、このチェストって、受け取ったらもちろんキャラクターとかも出るんですけど、結構ね、エネルギーも出るんですよ、このエネルギー。一回受け取ってみますね。はい。はい。で、こんな感じでね、大体エネルギーが出ます。で、たまにキャラクターが出るっていう仕様になってるんですけど、このエネルギーがですね、貯めるのがね、なかなか難しいんですよ。しかもね、キャラクターを解放していない状態でね、例えば上の6キャラしか解放していない状態で、今のチェストを開けてしまうと、この新しく後から出てくるキャラクターのエネルギーがね、たまらないんですよね。まあ、なので、なるべく多くのキャラを解放してから、チェストっていうのは開けた方がいいかなと思います。まあ、なんでさっき言ったように、もしお金に余裕があるのであれば、先に課金で購入しといて、後でチェストを開けるとか。
正直このねチリとかね特に多分ゲットするの遅くなると思うんで、これのためにチェストを残しておいてもいいんじゃないかなっていうレベルでもありますね。まあ、正直言ってしまうと極めてしまえばキャラごとの差なんてものはそこまで多分ね大きくはならないと思うんで、まあ、特に好きなキャラがいるよっていうのであればもうすぐにチェスト開けちゃってもいいんじゃないかなと思います。って感じですかね。ちょっと重要な話させていただきました。であと最後の1体ですね、こちら、ホーム画面にずっといらっしゃるんですけども、この子、神木ゆりですね。この子だけ課金しないと手に入りません。それどこかと言いますと、こちらですね。このバトルパスを課金してもらって、30レベルですね。30レベル。この右上についてるちょっと星の瓶かな、瓶に入った星みたいなマークが、これ課金のバトルパスのマークなんですけど、30レベルまで上げることによって、こちらの神木ゆり手に入れることができるようになってます。さあ、ということで全キャラの入手方法分かったと思います。ということでね、ちょっと S17。僕ね、正直言ってまだ一回も使ったことないんですよ、このキャラクター。ちょっと使っていきたいと思います。何が強いんだろうな、このキャラ。おお、強い。下通常攻撃、なんか、いいな、下通常攻撃、いいな。やべ。通常スマッシュ、これ。通常スマッシュ、これね。通常スマッシュ。おっと危ねえな。この通常スペシャルか。スマッシュって言っちゃったよ。やばいやばい。スマッシュはちょっと別ゲーになっちゃうね。通常スペシャルなんだけど、これね、神木ゆりにめちゃくちゃ似てるかもしれん。なんかね、こういう感じの技ね、出すんだよね、神木ゆり。横スマがこれ。めっちゃ強くね、横スマ。距離詰めながらの、無さ。やめて。強い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 。なんか判定強そうじゃない？しかもこれ、横スマ。横スマいいね。横通常攻撃。あ、この横通常攻撃ね、バリ強いっすわ、これ。これね、ランク戦でめちゃくちゃ使ってる人見て、これ。これこれこれ。これ、これ、これはまず雑に出しても強い、横通常攻撃。やばいね。シンプル通常攻撃が3連かな？ 3 連攻撃だね。大体どのキャラもダッシュで、通常攻撃出すのがね、強いね、これ。マジで。よいしょー上回避読みのこれね。うわ、素晴らしい。こいつ強いな、なんか。もうタイミング、おー、来た、カウンターだね、これ。これカウンターだわ、これ。あ、いいね。こいつカウンターも持ってんのか。めっちゃ強くない？てか、本当に神木ゆりに似てんな。こいつ多分、チェストから手に入るんで、無課金キャラで言ったら多分、神木ゆりに似てめちゃくちゃ強いんじゃないか。最強キャラなんだね。最強格のキャラクターっぽいな、こいつ。ジャンプ通常倒しが、これ、回転だね。よいしょ。おえー、めっちゃ強い。あと何かやってないのある？やべ、ミスった。下通常。あ、下通常も射程長えな。下通常バリ強いわ、これ。下通常バリ強い、バリ強い。バリ強いけど、これね、あれだ、飛ばせないね。下通常だと。多分結構飛ばしやすいのがやっぱり横通常かな。横通常。射程も長いし、飛ばしやすいかもしれない。めっちゃ強い、このキャラ。やば。やばすぎ。S17 マジで最強覚醒出てきたね、これね。素晴らしい。はい、ということでいかがでしょうか。今回はですね、全キャラ入手方法というものをまとめさせていただきました。もしこの動画役に立ったよと思った方はチャンネル登録、高評価、通知オンもしていっていただけるとありがたいです。また明日もフラパーの動画多分出ると思いますので、もしよかったらそちらを見ていってください。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。